はい、どうもこんにちは。こんにちは。タオです。内海です。さあ、今日はね、前回の続きで検証をやっていきたいと思います。はい。まずタスキングマネージャーを検索、開く。で、いつも通りログインしてマッピング開始していきたいと思います。本日やるプロジェクトはこちら。長野県長野市をマッピングの検証していきたいと思います。はい。そして、検証の仕方はここから3つ目のここですね。で、検証するエリアを選んでいきたいと思います。そこの黄色いところじゃあで、ここで、はい。はい。検証開始押していきます。エディターを起動。はい、ということで地図を開きました。まず、すべての建物にしっかりマッピングされているかを確認していきたいと思います。こんな感じでじっくりね。はい。しっかりそし確たら認し次は。て。で、一個一個の建物がしっかり直角化されているかを確認して、もし変な形とかになってたら、こちらで検証の時に直してあげるという形になります。こういうことですね。はい。直角化されてますね、だいぶ。ありがとうございます。一応隅々までチェックします。はい。しました。はい。そしたら、右上にある保存というボタンを押して、しっかりチェックして、アップアップロロードでド。すね。そしたらタスキングマネージャーに戻りました。はい。で、すべてチェックできた場合は、検証済みとしてマークして、はい。もし終わってなかったら、今のボタンの右側を押してください。あ、検証済みに変わりましたね。はい。ということそうすで。ると緑になるので、また次の黄色のところに進んでやっていきましょう。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。